いやー、刹那圭介です。あ、間違えた。せーの、めんどくさいレジェンド。やり直さんでもいいだろうと思うけどね。やっていきます。この挨拶気に入ってるんだ、僕。最近ね、YouTube のコメントの方でも、せーの、うぽつですって言ってくださる人が一人おってね、ちょっと嬉しかった。俺もそれに対してね、せーの、うぽつありですって言いましたよ。なんかそういうね、動画の内容になんか絡めたコメントっていうのは嬉しいもんです。なんか動画の、なんかね、面白かったですだけじゃなくて、どこが面白いかまで言ってくださる視聴者さんっていうのはすごいありがたいんですよね、僕として。行き止まりのような気がしてきた、これ。こっち行き止まりちゃんが大丈夫。いけるな。ダッシュ、あ、できるで。読みだ、ちゃんとできるで。ゆっくりやけど、あんま変わってないけど、できることにはできるでじゃん。ダッシュできるで。もう早い方がいいよ、早い方。うん。あ、よかったな。ディガルデコンによかったところやな。いつも一緒に、いいとかこっちちゃうんかい。戻るよな。でも、すげえ戻るよ、気がする。それでもなんだ。N みたいな、アルファベットの N みたいな、N の逆みたいな感じのやつなのこれ、道なんだな。あ、犬が倒れとる。あ、牛か。この辺に隠れ道があるって聞いたんだけど、その話、嘘だったのかな。知らんわ。視聴者のみんな、僕はそんな隠れ道なんていうめんどくさいことはしませんよ。気になる人はまあ自分の目で確かめてくださいよ。わかりましたか。へっ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 、見つけてやったし、隠れ道、隠れ道。何これ、成長の飛躍。え、アイテム使いたい、アイテム使いたいのに、くそ、じらしてきやがるぜ、くそ。こういうめちゃくちゃいいアイテムじゃねえみたいな、もう手に入れた瞬間、これが X 押したかったのに、 X 押しても何も出てこないっていうチラシプレイだよ。悔しいよ、僕は。あ、まだ続くん。ははは。ああ、早く今の飛躍とやらを試したいのに。試したい。なんかおる。誰かおる。なんすか、なんすか。こんにちは。私、雪山で遭難しています。ということで、冒険しませんか。何こいつ、なんかすごい腹立つんですけど、まあいいわ、払ったるわ。素晴らしい、よくぞ決心してくれました。これで私も下山できるというものです。どうして遭難してるって理由でお金が必要なの。タクシーを呼ぶです。タクシー来ないと思うな。それでは、ヘイタクシー、来てくれたわ。来てくれよったわ。タクシーあるなら、俺らだって乗っていきたいよ。てか、100ゴールドで乗っていけるんかよ。山の下のふもとまで。そうなんて言うのか、それ。来てくれたやん。タクシー位置情報分かっとるやん、俺。タクシー怖いな、最近のタクシー。位置が普通に分かるやな、タクシー。ヘイタクシーって言うたら来たかも。電話とかしてないもん。多分電話使ったって。この時間に電話があるかもわからんけど、電話使ったって多分県外やけんな。怖いな、最近のタクシー。ヘイタクシーって言うた瞬間さ、位置情報まで知られるんやって。怖いね。みんなタクシーの運転手になったらさ、次は実況者さんの住所とか知られるかもしれん。ヘイタクシーって言ってもらえるだけでさ、あの住所はわからんやけんな。そんなこと言ったらダメだな、僕は。すごいこと言ったね。タクシーそんな能力あるわけないよね。でもそんなレベルだったもんね、今の。いや、すごい時間かかるんですけど、上のあれがすごい気になるんですよ。何、ゴルフ場なの、ここ。ゴルフ場なの、ここ。こんな雪山の中にゴルフ場なんか作らんでもいいのに。先生、なんかここは水で休まれないよ。何これ。こっちはあったんやろか。あったんやろか。あ、こいつもかな。こいつも遭難したんかな。よくぞ、ここまでやってきたな。うん、やってきたよ。私は、世界を述べる、帝王だ。ここから先を通りたければ。ここ、井戸前じゃないか。1万ゴールド持ってこい。なんなんこいつ。なんかめっちゃ記事が良いな。ここ通りたければっていう。なんなん、幻想かな、幻想かな。てか俺、今いくら持っとんだろう。てか1万とか、めちゃくちゃ敵倒さんかったら、手入らないね。嫌だな、そんなの。あんな大人にはな、なりたくないな。15の冬。僕はそんな変な大人に会いました。そして思いました。
あんな意味のわからないことを言う大人には決してなりたくないなと思いました。みんなもあんな大人にだけはなっちゃダメですよ。この実況を通してその言葉を学んでいただければ幸いだと思います。追試、死神さん、ゲームの中でそういうことを教えていただきありがとうございます。けどこのめんどくさいレジェンド、画面を殴りたいぐらいにめんどくさいゲームです。マイロー、マイロー、めちゃくちゃマイローやねんやらほい。マイロー、マイロー、ゴールはお前の心の中にあるんじゃ。いろい、マイロー、マイロー、せめてもうちょい早く走らせてくれればいいのに。マイロー、マイ、あ、ビデオにカットします。お、右側に道あるで。こっちっぽいな、こっちっぽいんやけどな、道があった。お、これいけるんちゃうか。今ちょっと出口は見たね。ええぞ、ボブは無敵だぞ。あ、いい加減喋ることになってきたんで。あ、ここまで来たらさ、何か投げてもアイテムぐらいはあるやろみたいな、出口じゃなくてもアイテムぐらいはあるやろみたいな感じになってます。いけ。あ、誰かおる。あ、出口じゃないなこれ絶対。なんかこれまで通り金をよこせっていうやつやな。自分もそう、あ、でももう一つ道があるんだ。あー、残念、いけばいいな。残念だった、出口じゃなかった。ただ人がいる、大だったね。でも俺は女の子に優しくするけんさ、お金をくれって言うんだったらあげる。うん、今のあんたの装備には興味ないわね。もっとおしゃれになって話しかけてくれる。うーぜー、かわいい女の子のっていう、あの話しかける前の評価からね、もう見た目で人を選ぶクソ生意気な女、クソ女っていう評価にだだ下がりです。なのだめに生まれて、何を知って喜ぶ、わからないまま終わる、そんなのは嫌だ、恐れないで。ゆー、お、出口できた。ゆーってか、夢をまで言えばいいのに。あー、まだ続くんこれ。もしかしてこれまだ続くパターンのやつですか。クロエルメールですよ。なんでクロエが出てきたか知らんけどさ。ああ、どうしようできた。え、あ、出口なんや。で、なんか余計な道がたくさんある。その余計な道を行ってみるけど、行き止ま、おお、あ、そんなことが、やったやん。この道に実用価値ができたやん。脱出するときは楽ってことだ。あ、セーブもできる。セーブはできんのかい。それよりもアイテム、アイテム、アイテム、気になっとったん、あれ気になっとったん。成長、HP 再イン。名前の割には言うほど、みたいな。言うほど、みたいな。もちろん、のののののオーディですよ。HP 少ないからね。ポニーちゃーん、ここは動物の宴の場所。君に入ることはできないよ。かわいそうなこと言うなよ。僕だって人間っていう動物なんだよ。人間だって動物なんだよ。差別してるアンテナにわからないでしょうかね。何これ。あ、何これ。持ってないよ。もう持ってないよ。持ってないよね。え？え？あ、持っとる。え？あ、これたくさん。てか、使っても、あげてもなくならんのこれ。なら、よかった。あ、ありがとう。腹ペコ草は、うん、そうやな。満足したんやろ。あいつ一緒なんかな。一番最初に会った時と一緒のやつなんかな。ね、これなんだろうな。正解を見た。ありがとうございます。セーブ、ありがとうございます。助かります。また続けていきましょう。多分カットで結構カットするんでね。なんだこの人は。お前裏闇に入りたいのか。はい、そうっす。ああ、今は無理だろうな。
入り口に犬がたくさんいて先に進めないんだ。犬が満足する餌をやってどかすしか方法はないと思うぞ。マジか、くそ、犬の好きなもの、犬が満足する餌、魔物の餌とか壊したらいけそうなタイプなんやけどな。犬って魔物好きなんだろ、一般的な犬って魔物好きなんだろ。魔物の餌じゃダメかな。お前は犬が魔物に見えるのか。なんでそんなさ正論で言うかな。確かにそうやけど、なんでそんなに正論で言うかな。ダメだよ、しっかり犬の餌を用意するんだ。フレンダー、町に犬の餌なんて売ってなかったよな。はい、これは困りました。ちなみにあんたはここで何をしてるんだ。俺はここで生活してる。ただそれだけで何をしてるってわけでもない。まあ釣りで昼飯調達はしているかな。うん、そういえば昔に王国付近の湖にボーフィッシュという種類の魚がいたはずです。それをうまくすることができれば犬をなんとかできるのではないでしょうか。おう、そういうことか。犬が魚食いよるイメージってないよ。猫よな、それ。まあいいんやけどさ、ボーンフィッシュでしょ。骨の魚って骨ばっかのイメージがあるんやけど、いけるん？そんな犬食いたがるん？いけるんかな？ボーンフィッシュか。身がほとんどなくて、まるで牛肉のような太い骨を持つ魚だな。見た目で騙されてくれるパターンや。俺は興味なくていつも捨ててるが。ということは、ここでも釣れるのですね？ああ、釣れるよ。だけど犬に効果あるかはわからないな。物は試しというものです。おい、ここで釣りをしてみませんか？釣りか、楽しそうだな。道具くらいなら貸してくれ。ありがとう。本当ですか？オンに来ます。ちなみにそのボーンフィッシュっていうのは釣れる確率ってどれくらいなんだ？これ重要よな。絶対低いよ、これ。めんどくさいレジェンドだもん。めんどくさいレジェンドだもん。低いに決まってる。予想します。100分の1の確率。100匹に1匹の確率じゃん。確率。あまり見るわけでもないな。ここ、俺がここで生活し始め、5年だが。釣れたのは1、2、3、4匹ってところだな。やばい。これ1万回、1万匹釣って、ようやく1匹ぐらいのペースかもしれん。けっ！ 1 年に1匹釣れるかどうかって感じか。だが時期的には、ちょうどこれぐらいの時期に釣れるはずだ。運がいいのか悪いのか、とりあえずやってみるしかなさそうですね。ああ。釣り竿を手に入れた。ありがとうございます。ああ、なあ、これさ、ポケモンで言う すごい釣り竿的なやつじゃない。なあ、君が持ってるやつの方がちょっと釣りやすそうに見えるんですけど。なあなあ、交換してくれない？何それ、めっちゃ数えてきてるやん。めっちゃ数えてきてるやん。余裕っすね。自分の魚取る夜に夢中かと思ったら余裕っすね。余裕っすね。はい、余裕っすね。はい、まず現場検証から始めなあかんと思う。あ、こっちにもなんかいけるね。なにこれ。なにこれ。この犬もどけたらなんか中にありますよみたいな感じじゃ。そんでもう俺はアイテムを見逃さないぞ。やった、回復アイテムで。絶対回復アイテムじゃ。MP の方が。おお、いいね。なるほど、1匹多く捕まえて、この中入ったらなんかアイテム入る手に入るんじゃ。これは俺やりたいな。5匹だろ、1匹多く釣るぐらいなんか簡単な気がする。こいつ全部どけなあかんのだろ。あ、けど縦のラインやけん 2匹どければそれでいけそうな。こいつら詰めてくるんかな、意地悪に詰めてくるんかな。こいつどけてさ、この2匹どけてもさ、ここのやつがこうブロックしてくるんかな。でもってなんだろう。いや、それはもういいや。弱き者は入るべからず。僕は強いです。僕は死にません。よっしゃ、釣りは次回に回してセーブして。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。ちなみに皆さんに言わないといけないことがあります。今回のパートっていうのは迷路に入ってすぐのところから始めたんですけど、前回のため撮りって言うて始めたんですけど、収録時間が24分になりました。結構長いですね。悲しいですよ、私は。じゃあね。